皆さんこんにちは、武田塾の高田です。中です。今回のテーマは共通テストを舐めないでというテーマでお送りしたいと思います。国公立受ける人で共通テスト、特に理科とか社会とかで最初1冊ぐらいペペッとやっときゃ8割ぐらい取れるんでしょみたいな、そういうイメージってもしかしたら持ってる子いるんかなと。特に難しいのはセンター試験時代に大学受験をクリアした先輩とかがもしいたとして、だいぶ前ですけどね、だいぶ前ですけどね共通テストでもいいですよ。結構人によって分かれるなと思うのが、例えば決めるの理科基礎とか、はい、いい本ですよ、実は決めるやっときゃ大丈夫だからみたいな、半分正解で半分間違いみたいなねところがあって、とりあえず共通テストの参考書をやっとけばなんとかなるんだっていう風に誤解してる子が多いなっていう、はいはい、今日の動画です。なるほど。ちゃんとやればコスパよく対策できるはできるんだけど、うんうん、そこまで甘くはないよみたいなっていうラインがちょっと、特に現役生とかですかね、初めて受験する人には改めて持っといてほしいと。あとぶっちゃけ進学校か非進学校かによるところも大きいなと思ってまして、一つ目の舐めないでポイントいきます。読解力思考力の壁があるぞ。さっき決めるを使っていける子もいるしいけない子もいるしみたいな、半分正解半分間違いみたいな話をしたと思うんですけど、それはどういうことかっていうと、読解力思考力が共通テストの入試では求められますと。過去も振り返ってもらうと分かるんですけど、年々その傾向は強くなってますと。持ってる知識を生かしてその読解力思考力必要な問題をどう攻略するのかできるのか、ここが壁というか一つのポイントだと思うんですね。知識をペペってインプットするとこまでは、うん、確かに大体の参考書ですぐできるところではあるけど、うん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 、アウトプットの過程で結構ハードある人が多いっちゃ多いですね。そうですね。共通テストの例えば日本史とかでもこんな入試問題が出ますと、資料多みたいな、情報量多みたいな、ほぼ国語やんみたいな、そういう問題が出たりするんですよ。知識としては別に難しいことが入ってるわけじゃないですと、知識はいけますと。実際ね、共通テスト模試とか終わった子にどうだった点数みたいな聞くの、うん、5割ぐらいでした、みたいな、結構日本史覚えてたじゃんみたいな、どんな問題間違えたのって見ていくと、やっぱこういう読解系の問題で落としてるんですよ。で一緒に読んでいくじゃないですか、ここでこうでこうでこうでしょこうでしょこうでしょ、じゃあ答えってこうなるよねって言うと、なるほどみたいな。いやそう、むずくて解説読んでも分かんないはあんま起きないんですよね、うんうん、なんか解けないみたいな。資料を使いこなすというか、文章を読んでいくというか、着眼点どこに置くのかとか、そういうところのむずさがあるなと思ってて、情報整理能力、ポイント見極め能力、センスっていうなってくると、はい、元も子もない話なんですけど、はい、言っちゃうと、進学校の子はそういうのが上手いんですよね。じゃあ非進学校も無理なのかと、頭の良し悪しなのか全てはみたいなねいやそうじゃないと。じゃあそれどうやって克服すればいいかっていうと、演習量とか資料読解系の問題の対策をすれば伸びるんだよと、うん、ただそれをちゃんと時間とって1ヶ月ぐらい見積もっとかないと、参考書1冊やればいけるんでしょう共通テストはっていうノリで12月ぐらいから対策始めちゃうと間に合わないよみたいな、それが今日の舐めないでポイントですね。共通対策のそもそもボリューム感が分かってないから、うん、始める時期が先延ばしにして遅くなっちゃったりってことになると思うんですけど、うん、参考書でベースのインプットとか理解をするで1段階目、うん、でやっぱ2段階目として予想問題集とかで結構解き込む時期というかを想定しとくかしとかないかでやっぱりやるもののイメージが変わっちゃうかなとは思いますね。共通テストの演習を早ければ10月遅くとも11月にはスタートすると考えた時に、その時点で知識は揃ってないといけないと。9月の今決めるとか集中講義シリーズとか科目によってね、おすすめの参考書全部共通テスト対策ルートって動画で紹介してるんで、それ揃えて科目の知識は持ってるって状態を共通テストの演習を始める時期までに作っておきたいですね、うん、まだ共通テスト対策手つかずです、インプット終わってないです、暗記できてないですって人は焦った方がいい。早めに共通テストの科目だけ専用にやる日を作って集中的に覚えていった方がいいと思います。10月から共通テストの演習を始めるんだって決めてる人は、そういう共通テストの予想問題集とかを毎日じゃなくてもいいんですけど、2日に1回3日に1回とかを解いていって、自分の基礎知識がどんだけ入ってるのか確認するっていう時期をやっていってほしいなと思います。なのでアウトプット実際にしてみて、うん、間違えたら間違えたとか、うん、こんな問題出るんだとかあったら、うんうんうん、それはそれで間違えてそれをリカバリする余力を時期的にたくさん取っておきたいというふうに思うので、うんうんうん、ある程度インプットできてるって子はもう9月ですかね今、うんうんうん、ですけども定期的に演習を進めていってもいいんじゃないかなというふうに思います。じゃあなんでそんな共通テストの演習の時期がたくさんいるのかと、知識覚えてそんで点数取れたらまあそんなしなくてもいいじゃんっていう話もあると思うんですけど、2つ目の壁を話させてもらっていいですか、はい、スピードの壁ですね。代表的なのはリーディングとか、はい、数学とか、はい、国語とかね、この辺はね時間が足りない、マーク星でいつも間に合わないよみたいなね、わかりますと。ただ社会もなかなかねきついんですよ、理科基礎とかも何気にきついんですよって話をしたくて、一昔前のセンター試験の時代だったら社会は時間余ってたんですよ。でも今
どの教科も時間が余らなくなってきてます。これ何でかっていうと読む量が増えてるからです。さっき資料問題がむずいんだみたいな話したんですけど、資料問題はゆっくり丁寧に読めば情報は揃ってるから時間さえあれば解けたのにみたいなことがあるんですよ、うんうん、でもみんな時間が足りないんですよ。じゃあどうやって時間を生むかっていうと、簡単な問題を自信持ってスパッて解くっていう瞬殺力がいると思うんですよね。例えば日本史で例えましょうと、日本史の中で問題がいくつかありますと、今紹介したのはこういう問題みたいな読解力が必要な問題もあります、うん、一方で日本史得意な子だったらもうすぐ分かるよねみたいな問題もありますと、うんうん、本来はその読解の問題に時間をかけたいわけじゃないですか。じゃあその見た瞬間いけなきゃいけない問題でどっちだろうみたいな迷う子もいるわけじゃないですか、うんうん、基礎が怪しいって、はい、そしたらどんどん時間が簡単な問題に奪われて丁寧に読めたはずの問題で落とすんですよね。限られた時間をどこに使うか、うん、っていうことを考えた時に、かければ点を稼げる分野にはかけた方がいいと、うん、ただそう言っても時間が足らんっていう話になってしまうので、かけるべきところにかけられるような解き方っていうのを科目ごとに戦略をちゃんと持ってほしいなっていうふうに思いますね。やっぱりここがふわついてる子というか、なんとなくもし解いてみたら解けなかったっていう人はどうやったら時間内に解き終わって最大効率化させて点を稼げるのかっていうのをまず考えてほしいですね、うん、基礎力、ここをガチガチに固めるっていうのが一番時間を効率的に使うコツだと思ってて、まずそこを徹底的にやってくださいと。簡単なもので迷ってちゃダメだと、見た瞬間これはこれだっていう風に選べるぐらいの力をつけてほしいと、はい、でもう一つは清水先生今話してくれたような戦略、どの題目にどのぐらいの時間使ってどういう順番に解くかとか、特にリーディングとかね、国語とかで、ね、めちゃくちゃ大事だと思うんですけど、そういう時間配分のトレーニングとかをこう直前期していかないといけないから、それだけ演習量が必要なんだと。共通テスト本番一発勝負やからね、そこでミスったらもう終わりなんだよ、その点数で実際受験しないといけないんだよ、はい、12月1月ぐらいにもう点数を安定させなきゃダメだよねと。調子いい時はいいけどダメな時はダメ、そしたらこうダメな時本番どうするんだって話だから、安定させなきゃいけない。じゃあ安定させるためには何回かいい点は取れるみたいな、この波のある時期を11月ぐらいに作っとくと。ってことをいろいろ考えたら、本当に早く9月の今始めても別に早すぎるってことはないし、基準は10月ぐらいかなってイメージですけど、11月スタート共通テストの演習に入るのでもなんとかギリギリかなっていうようなイメージで受験生のみんな捉えておいてもらえたらなと思います、はい、解き方ルーティーンみたいなのを共通テスト用に早めに、特に国公立志望の人は共通重要な人がほとんどだと思うのでやってほしいかなと思いますね。あとはもちろん100点取らなくてもいい科目もいっぱいあるわけじゃないですか、うん、志望校がそんなに難しくない国公立とかであれば、うんうん、っていう場合もどこだったら自分の目標点にその科目の中で行くかなとか、全体でじゃあ7割目指すんだとしたらどの科目で8割取って、どの科目は最悪6割でも仕方ないかなっていうところとかも演習していかないと自分の最適な得点プランみたいなことが分かんなかったりするので、そういう意味でも早めに演習はスタートしてほしいなと思いますね。というわけで共通テスト、みんなが思ってる以上に大変なんだよっていうことも伝えつつ、でも対策法はあるよというところでこの動画を締めくくりたいと思います、はい、共通テストの意識もっとみんな向けてください。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。